クーズベイは、アメリカ合衆国オレゴン州、クーズ郡に位置する都市である。クーズ側が、太平洋に近いクーズ湾入るところにあり、北隣のノースベンド市とともにクーズベイノースベンド、小都市圏あるいは、ベエリア小都市圏と呼ばれることが多い。2010年国勢調査で、の人口は15,967人であり、オレゴン州の太平洋岸では、最大の都市である。 ヨーロッパ人開拓者がオレゴン海岸を訪れる以前の数千年間、インディアンがクーズ湾地域を本拠としていた。クーズ族、テイチアンプクア族、スースロー族、及びコキール族がクーズ湾やその入り江、川沿い、牧草地や森林地で生活し、魚老、狩猟を行い食料採集を行っていた。約400年前、イギリス人とスペイン人の探検家が、 州南部海岸に初めて現れた。1579年、フランシス・ドレーク卿が船の退避書を求めてあら後岬近くのゴールデンハインドに入ったとされている。公益業者かつ探検家のジェデディア・スミスが毛皮を求めて地域内をうろつき、ハドソン湾会社はアレクサンダー・マクロードを派遣して内陸の道を探させた。1853年に、 マサチューセッツ州、マーシュフィールド出身の JC トールマンが開拓地を設立して、そこに、故郷の町の名前を付けた時からクーズベイの町が、始まった。この地域では、最初のメソジスト教会が1857年に、建設された。1866年までにその収入を海に、頼っていた人々がアラゴミサキ灯台を建てた。 1871年に郵便局が作られ、その1年後には、クーズベイ荷車道路が開通して、クーズ軍と海岸山脈を隔てて隣接する、ダグラス軍のアンプクア川バレートが繋がれた。この荷車道路は長い間その原所の姿のままになっていたが、現在のオレゴン州道42号線が、大まかにその通行権の跡をたどっているので、一部は、 当時からの姿を見ることができる。1869年、フリーメイソンのオレゴン州では48番目にあたる支部がクーズベイにできた。ブランコ支部と名付けられた、この支部は町の設立者数人によって作られた。これを発展の契機にして、マンスフィールドの町は1874年に市勢を敷いた。国内でも最古級で、現在も運営されている。 機械工場、ネルソンマシンワークスのクーズベイ鉄工所が1888年に開設された。クーズ川の蒸気船、1895年以前に撮影、おそらくクーズ湾かその近く、ワイヤレスヒルから眺めた、マーシュフィールド、1920年頃1915年以前、クーズ地域は山越えや川を渡る。 障害のために、オレゴン州の他地域とはほとんど孤立しており、サンフランシスコを含めた地域とは、太平洋が使われた。内陸の荒々しい地形を旅するのと比較して、太平洋なら2日もあれば、各地に行くことができた。1916年、鉄道が開通して、内陸の開拓地や町とが結ばれ、交易や観光の機会が増した。 1920年代には都市化が著しく進み、1930年代から1950年代には大きく成長した。オレゴンベイエリア商工会議所は1930年代から1950年代を次のように表現している。造船所はアメリカ合衆国政府から第二次世界大戦の日本に対する防衛目的で、 総海底や救命タグボートを建造する契約を受けた。大規模の全国的製材会社が創業を開始し、その後の20年間は著しく拡張した。桟橋が改良され、商業漁業やカニ漁によって、チャールストンの町が発展した。クーズベイ橋が1936年に完成し、ローズベルトハイウェイが近代交通の仕組みを改善し、 クーズ地域を外界に開かせる動脈になった。クーズベイと呼ばれた元の遠隔地に発展の時が来た。1902年オレゴン州では唯一記録に残されている死刑がアロンソ・タッカーという黒人に対して行われたのがクーズベイでのことだった。タッカーは女性を強姦にしたことで告訴されていた。彼が刑務所から逃げたという記録はない。唯一の証言では 200内し300人のボートに捕まえられ、2階銃で撃たれ、現在のゴールデンフィールドに架か,かる七番通り橋から吊るされた。ボートに対する告訴はなかった。当時の新聞は、ボートが静粛で秩序だっていたと伝えている。タッカーの死因は窒息だった。1944年までに、住民の間には、町の名前に対する不満が広がっていた。 住民は遠く離れたマサチューセッツ州の町の名前を維持するよりもクーズベイに変える道を選んだ。1943年にマンスフィールドとノースベンド及び両町の間の未編入領域の住民で行われた統合を問うた投票から町名の変更に発展した。マンスフィールド住民は統合に賛成したがノースベンド住民は否決した。 1944年、マンスフィールド市民が一般選挙を行い、新しい市民憲章を採択し、市名をクーズベイに改めた。2002年11月25日、自動車ショップの火事で屋根が崩落し、3人の消防士が死んだ。これは近代オレーゴンの消防の歴史の中で最悪の事故になった。突発的火災のために、市の機能が数時間麻痺し、 隣接町からの応援消防士が火事を抑える支援をしていた。爆発が起きて建物の屋根が崩落し、当時2階にいたクーズベーの消防士3人が死んだ。アメリカ沿岸警備隊が意図的にニューカリッサの燃料に着火し40万ガロン近い原油が岸に漂いつくことを防止した1999年2月4日、日本国籍船ニューカリッサが クーズは入り口から北2.7マイルの海浜で座礁し、この町に国際的な関心を寄せることになった。ニューカリッサはこの時空船であり、クーズ米港によって木質チップを積む予定だった。その船長は港に入るには天候が悪すぎると伝えられ、港の近くに怒りを下ろした。乗組員は怒りを一つ下ろしただけであり、 その鎖が短くて有効ではなかったと考えられる。アメリカ沿岸警備隊の調査では、船舶運航会社の状況対応についていくつか、お粗末な面があったことが分かり、ヒューマンエラーで座礁につながったという結論になった。7万ガロンの燃料油が漏れ出し、さらに海南救助船によって16万5千ガロンから25万5千ガロンの燃料油に火をつけ、燃やされた。 この船の船尾部分が現在も海浜に残されたままである。船首部分は海洋に栄光され、火災によって損傷を受けた船閣を二つに分けた後で沈められた。2008年6月時点でニューカリッサの残骸は細かく切断され、海浜から取り除かれた。この除去に関して大衆が全て指示したわけではなかった。クーズベーやノースベンドの市民の中にはそれを 観光目的に残した方が良いと考える者も,もいた。クーズ米は、北緯43度22分35秒整形124度14分14秒、北43.37639度整形124.23722度、43.37639-124.23722 43. に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は15.9平方マイルであり、この内陸地は10.6平方マイル、水域は5.3平方マイルで、水域率は33.52%である。標高は23フィートである。クルーズベイのイーストサイド地区は湾の東側にあったので当初はイーストマーシュフィールドと呼ばれていた。イーストマーシュフィールド郵便局が百九十一年に、 設立され、完結的ではあるが1908年まで運営され、その後に名前がイーストサイドに変更された。イーストサイドの街は1983年にクーズベイに併合された。エンパイア地区はオレゴン州ジャクソンビル出身のクーズベイ、会社社員によって1853年にエンパイアシティとして設立され。 当時はこの地域の中心になるものと考えられていた。この会社は、カリフォルニア州北部とオレゴン州南西部で金が発見された後に結成された。エンパイアシティは、しばらくの間クーズ軍の軍庁所在地だった。最初の郵便局は、エルクホーンと呼ばれ、1853年から1854年まで運営された。 現在のクーズ郡では最初の郵便局だったが、当時のこの地域は現在ではなくなったアムプクワ郡の一部だった。1858年にエンパイアシティ郵便局が開局し、1894年にエンパイア郵便局と改名された。1965年、エンパイア市は住民投票によりクーズベイ市との統合を可決した。バンカーヒル地区は、 クーズベー市の南部にある。クーズベー橋からバンカーヒル学校までの範囲である。イングルード地区はクーズベー市の南西部にあり、コールバンクシッチの西にあたる。クーズベー市と周辺地域の気候は温和な西海岸気候と考えられる。冬の気温は37カシ55度、夏の気温は52カシ70度である。 太平洋から複く量な微風が一年中止の気候を和らげている。冬は太平洋からの湿気を含んだ低気圧の谷が通過して雨が多い。年間平均降水量は64.2インチだが7月と8月の降水量は1インチ未満である。夏は冷涼な太平洋と暖かい内陸の温度勾配のために霧が海岸部を覆うことが多い。 降雪のある日は年間5日未満だが隣接するオレゴン海岸山脈では降雪量が多い。近くのブランコ岬は地球上でも最大級に風が強い地点であり、冬の暴風が吹くときは風速125マイル、地以上にも達する。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クーズベイ鉄工所は1882年に 開設された製材装置製造者であり、産業革命の時代にまで遡るような古風な道具を使ってフロント通りで今も創業を続けている。エジプト復古町のイージプシャン劇場は人気のある建築活動の一部であり、当初の劇場用オルガンを残している。オレゴン州では唯一の映画館である。1925年に建設され、2005年に 閉鎖されたが、その後、非営利団体によって、すぐに再開された。ミンガス公園は、クーズベース中心街の北西にあり、アヒルやガチョウのいる池と日本庭園を周回する全長1マイルの遊歩道がある。夏季には、屋外水泳プールが利用できる。公園の北側森の中には18ホールのディスクゴルフコースがあり、南側にはスケートパークがある。 さらに南西部には子供用遊具、東部にはソフトボール場がある。クーズベイ地域には毎年150万人の観光客が訪れるオレゴン砂丘国立レクリエーション地区など様々アウトドア活動の機会がある。全地形対応者で広さ6000エーカーの砂丘を探検できる。この砂丘があることで地域全体の観光人気を盛り立てている。クーズベイ市は 市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。市政委員会は一人の市長と六人の委員で構成され、選挙は全市を選挙区として行われ、任期は4年間である。市政委員会は政策を設定し、シティマネージャーを雇用して、日々の管理機能を監督させる。市は独自の図書館、消防署、公共事業及び警察署を運営している。 消防署には2カ所の駐屯所があり、24時間勤務体制を取っている。消防設備を収容するための3つ目の駐屯所もある。クーズベイ市内にあるイージプシャン劇場市内の幼稚園生から12年生までの公共教育はクーズベイ教育学区が管轄している。高等教育機関としてサウスウェスタン・オレゴンコミュニティカレッジがあり、2年生の 純学志望を取得する過程などを提供している。私立学校としては、宗教系学校など多くのものがある。サウスウェスト、オレゴン国際空港は、ノースベンドにある公共空港であり、オレゴン海岸では唯一の商業便を運航する空港である。ポーターステージラインズが、クーズベイ発のバス便を運航しており、その行き先の一つ、友人院では、 アムトラックの列車やグレーハウンドの長距離バスに接続できる。オレゴン州東部のオンタリオと往復するバス便もある。クーズベイ市内とクーズ郡内ではタクシー会社3社のタクシーが利用できる。クーズベイで聴取できるラジオ局は FM 放送が16局、AM 放送が6局ある。視聴できるテレビ局は七局あり、全国ネットのものがべて含まれている。 地域の新聞はザワールドである。クーズベイ氏は姉妹都市を一軒結んでいる。ありがとうございます。